夏の暑さや冬の木枯らしなどから旅人を守る並木は遠く奈良時代からありましたが、徳川幕府もその整備に力を入れました。現在でも東海道をはじめ各所に往時の名残が見られます。並木に使われた樹木は松、杉、ヒノキ、スキ、ガシワ、モミ、桜、柳など様々ですが、その土地に合った木が選ばれました。それでは全国の主要街道の並木を街道ごとに見てみましょう。Thank you.
最後に、現在、最も当時の雰囲気を残すと思われる並木を通ってみましょう。